はい、じゃあ次行きますか。A メロ、これもなんか、なんだろうね、ちょっとまあ難しくないですよね。え、これって最初のと一緒にしたらまずいですか？ああ、一緒にしていいんじゃないごちゃごちゃになりそう。でも最初はさ、はい、足がさ、ドンドンドンやってなかったってやってたんですけど、はい、今回は決めれるんですよね。違うな。これ今見てると85番と87番と89番ほぼ一緒なの分かりますか？うん、あの85は最初あの足とか手がないだけで、でまあ要は87と89が一緒ですよね。このタッ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 とっていうリズムが1小節目と3小節目と4小節目と5小節目にあるんですよね。8小節だったら8個リズムがあったら1、3、4、5はほぼ一緒。最初からいきますけど、最初ドン、ウッカ、ウッタ、ドッドってリズムなんですけど、ドン、ウッカ、ドン、ウッカ、オープンしたら踏んでほしいんですけど、前半で次が、はい、で踏んだところが3拍目の頭の音なんだけど、なんかオープンしてるんだけど、はい、なんかオープンってさ、カーっていう意味じゃなくてカー踏む方が大事、カーなんかカーって伸ばす方に意識があるから、はい、ちょっと踏むのを忘れてる。今のだと多分まこちゃん、うって休んでないんで、うったどっとなんだけど、たどとしかやってないイメージがある。本当は1個目お休みなの、はい、まあそのままちょっと真下行きませんか。89番の、はい、なんでこれやってるかっていうと、はい、最初のね3つが違うだけであと全部一緒だから、タッドッドッカーウッカットッド、今の方がこれはいいと思います。はい、あとで練習しててください。はい、俺がなんか音楽教室がこうだこうだって言ってるやつ、はい、トシさんがリツイートしてくれてんだよね。優しい大丈夫かな。なんか自分的にね、なんか自分の思いをこんな語って何なのって思われるかもしれない。いいじゃないですかまあ、ね、いいんだけど。86番いきますよ。86が簡単だからもうそれ見て覚えてほしいんですけど、タンドン、タンタカ、タッタッタッタ、じゃあ次の段はできてますよね。もうさっきやったよね。その次の段、はい、その次の段はまあ簡単なんですけど、全部上半身が全部スネアとシンバルでやると、タドドタドドタン、トマトトマトサンみたいな感じのリズムなんですけど、それの最初はシン、今やってるのって4小節目ですか？そうですね。あ、トマトとパート、はい、最初はスネアとシンバル叩いて、次がタムフロア、叩いた後に音符が上に上がってますよね。はい、タムでした。そう、上に上がってることはそういうことは上に行ってください。はい、そうですね。で、次がドンツドタドタ、俺のレッスンは多分俺がカウント取ります。でこれなんでかっていうと、はい、今後もしまどかちゃんがバンド組んだ時に
僕がもしボーカルだとしてドラムだとしたら、俺がワンツースリーフォーって入れないってちょっとこれはカットで見えるんですけど、どんくさい人なんですよ。例えばボーカルがってことドラムが、ボーカルが反応したらドラム反応しなきゃいけないんですよ、じゃあラスト行くぞドバンってこうやらなきゃ、じゃあラスト行くぞ、ちょっと待ってまだ用意できてないんじゃなくて、もうラスト行くぞって言った瞬間にガーンってやらなきゃいけなかったり、じゃあ最後の曲ツー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 バンっていうのは最後の曲って言った瞬間にもすぐ反応しなきゃいけない。でこれを今ここでちょっと練習 しといた方がいいんですよ、はい、で僕がワンツーって言った瞬間にそういうこと、準備しなきゃみたいな、はい、そう白川先生がもうワンツーって言ったら他こと考えてても、もう戦闘態勢に入らなきゃいけないっていうか、グレーとかだったらトシさんだったらドラムトシーって言ったらトシさんの誘惑やるじゃんか、はい、うん、ああいうのももうそうやって反応がするっていうのが体に染み付いてるから。次いきますか、はい、次の2ページ目の一番最後、はい、これもよく使うんですけど、ドッタドッと、右右ってやってもいいし、右左ってやってもいいです、どっちでも、はい、まあ、今回の動画はあれですね、譜読みの動画ですね、はい、譜読みを早くするための動画まあ譜読み読めるようになったな、でもちょっと読めるよね、はい、全然ね、まあ、エリカはねすごいで、ちょっと 3,4 小節連続でやりたいんですけど、はい、2ページ目の一番最後の2つの小節をやりたいんですけど、はい、うん、一番最後の小節ってさ、なんか音符がもう全部埋まってるじゃん、はい、1,2,3,4,5,6,7,8埋まってる方が簡単だったりするよね、なんかお休みがあるよりかは、これも結構使うよ、この小説は前半は足があるんだけど後半は足ないよね、はい、もうそういうふうにもう頭で理論的に覚えていった方がいい、体に入ってない、難しいもんね、ちょっとできるかどうか分かんないけど、はい、85番から僕一回叩いてみるね、はい、こんなもんですか、そうですねじゃあ2ページだけでしたが、はい、一応譜読みね、大事なところはそうですね、余裕なところはそこを見ないで早めに先を読む、はい、で先を読むときにあらかじめ例えば4小節目に何か技があったときは、3小節目がちょっと余裕だったら3小節目でちょっとなんかあの予習っていうんですかね、はい、そういうふうにした方が4小節目入りやすかったりしますよね、はい、で場面が変わるときはハイハットなのかライドなのか、うん、オープンハイハットなのか、はたまたなんかリムを使ったりとか、なんかブレイクするのかとか、もういろんなケースがあるんですけど、はい、移り変わりのするときは気をつけてもらった方がいいかもしれないですね、はい、2ページ目の最後の2段やばいからね、これちょっと練習してもらったらやばいですね、やばいですね、これね、じゃあまたちょっと次回頑張ってきてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございます